はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。はいね。かわゆいですね。かわいいですね、パナタン。お眠でございますね、パナタンがね。このぷわぷわなお、ね、えー、毛並み。かわいいでございますね。ふわふわですね。えー、はい、皆さんどうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。えっ、ー、とですね、これ、ヤフーニュースさんからなんですけど、 はい、ええー、まあ、日本離れが起きていますよということです。はい、ええー、まあ、はあ、何がかというとね、えー、賃金が安いんで、はい、もう日本で働きたくないっていうね、方が増えておりますよということですね。これ、あのー、特に外国人の労働者です。なので、ええー、あと政府がね、移民を入れるぞって言っていても、 果たして来るかなって感じですよね。はい。来るところは本当にとんでもなくね、条件が悪いところの人ばかりになるかもしれません。はい。えー、もうね、えー、C の国の人とか、あまあね、ベ、え、ト、ー、のナムの人とかあ、日本の賃金安いよねっていうことになっているみたいで、えー、まあね。 えー、賃金の高いところ。まあ今、県の国にも負けてますからね、日本。はい。負けてます。はい。えー、県の国の方が賃金高いです。はい。えー、なので、まあ、これからね、日本離れがどんどん進みますよ、ということでございますよ。はい。でもって、えー、まあね、少子高齢化があるんでって言ってますけど、まあ多分、少子高齢化はありません。 はい。え、高齢化がないんですね。はい。えー、わかりますよね。どん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 と高齢者がね、4してますから。はい。えー、はい。どんどんあ、去年の6倍という説もありますよ。高齢者の4。はい。なので、えー、多分あのー、えー、食べて、食べてない人以外の高齢者は、あ、多分まあ、近い将来にね、もう何年かのちにはもう、 ほとんど4なんじゃないかなって思います。はい。えー、まあ、食べてない人はね、大丈夫でしょうけど。はい、えー。何のことか分からない人は、すいません、ということです。はい。まあ、そういうことでございます。は、え、い、ー。高齢化は進まないんでね。えー、その点はあ、いいんじゃないんでしょうかね。他の国も同じです、これね。はい。日本だけじゃありません。他の国も同じです。なのでね、多分他の国も自分のところでね、労働者少なくなるんで、出られなくなるんじゃないんでしょうかね。 はい。まあ、そういうことでございますよ。まあ、いろいろきつくなってきますよね。はい、えー。ちなみにね、沖縄那覇市ですね。どこのコンビニに行ってもネパール人です。はい。ネパール人が働いております。はい。えー、この方たちね、あのー、学校のアルバイトなんですよ。なので、えー、ちなみに、なんていうのかな。あー 日本にね、IT を学びに来てるんだけど、まあね、えー、て言うのかな、自分でもう稼がないといけないから、アルバイトしましょうっていうことでしてる人たちですね。はい、そういう人たちがあいなくなったら人手不足になるんでしょうかね。はい、えー、ちなみにネパールの方たちも、あれをしっかり食べているみたいです。 はい、えー、最近見ますからね。あの、なんか、あ皮膚がおかしいネパール人とかね。えー、結構見ますよ。はい。 えー、なので、えー、まあ、世界人口がどん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 ね、減っていくということなんでね、えー、まあ、少子高齢化はね、少子はありますけど、高齢化は心配しなくてもいいんじゃないでしょうかね。えー、高齢者がね、えー、どん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 ね、4しますから、はい。そういうことでございます。えー、いや、もうね、えー、悲しいですけど、これが現実でございます。はい。そしてですね、 日本の賃金が少ないということでね。はい。え労働人口もどん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 減りますよということで、えまあ、こういったね、人たちに頼ってきた産業は今後どんどん潰れるでしょうね。はい。こういった人たちに頼ってきた産業はね、今後どんどん潰れます。はい。そしてね、えまあ、のっぽもね、どんどん社会が回らなくなり、会社がいろいろ おーね、立ち行かなくなるということが、まあ、難なく想像できるということですよ。はい。えー、これね、そんなね、30年先とか40年先のことじゃないと思いますよ。はい。まあ、ここ10年以内に起きてくるでしょうね、そういうことが。 えー、ちなみにですね、言い忘れたことがあるって言ってましたけど、あ言い忘れたことを言いますね。K の国の人たちですね、K の国の人たちが、あよくわかってて、日、え、本、ー、どうやら日本の政府が IA の EA に、 えー、100万ユーロ。はい。100万ユーロをね、あ、えー、げてね、えー、融通してくださいね、言ってることって言ったみたいです。はい。よく知ってるみたいですね。県の国の人たち。これ、タイのワンワンの報道で知りました。はい。えー、そういうことでございますよ。はい。すべてはお銭にで回ってますからということで、えー、給料の少ない日本には、はい、えー。労働者は、はい。 海外からは入ってこないかもっていうことでございます。こちらの記事ね、貼り付けておきます。どんどん大変になっていきますね。まあ、しょうがないですね。はい、えー、みんなで乗り切らないといけないと思います。頑張りましょう。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでした。はーい。ね、パナパナタン。ね、はい、おてってでは、おてってかわいいですね。ね、おてって。 あらあらおてってはいおてって見してください。でかわいいですねー。ねー。はい。